これは奥さんなんです。これ探偵つけてる側ね。で車はもうすぐそこ待機してます。どこの車や、前の車持ってくださいね。これですか。あの黒い車です。うわー、めっちゃ探偵してる。はい、ブルーカラーの皆さん、おはようございます。ホワイトカラーのラストエンペラーことラファエルです。よろしくお願いします。ということで今日なんですけど、ですね、これ皆さんお待ちかね大人気シリーズ不倫調査、今日は一日探偵の皆様のお仕事に密着、これやっていきたいと思います。これね、前回もやらせていただいたんですけど、今回ですね、まあ、ちょっと私今一人で YouTube 撮ってて、まあもう OK はもう言えないですけど、まあ不倫してるじゃないですか僕も。でこれね、不倫ってどんな感じで探偵につけられてるんだ、どんな感じでバレるんだ、どんな感じで追っていくんだっていう、これ密着したらめっちゃ面白いんじゃないかってことで、で今日なんですけど、流れとしてはもうすでに調査の依頼をどこまでか分かんないですけどやってると。段階的には、まあ、ABCだったらもうその A ぐらいまで進んでると、まあ、C が依頼だとしたら B、 ややこしいなこと説明ということで、行きたいと思います。引っ越してるやん、引っ越してるやん、引っ越してるやん、まあ池袋やったやん、引っ越してるやん、うわ儲かってんな、おい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 、 MR さんですね今日なんですけど、はい、行きたいと思います。こんにちは、ご無沙汰してます。もうカメラ回してていいですか。あ、はい、どうよろしくお願いします。お久しぶりです。はい、お久しぶりです。あれだ、若返りました、またありがとうございます。綺麗になって、またもう、てか引っ越してますね。そうなんですよ、本店移転したんです。めっちゃいい場所じゃないですか、新宿の真ん中で。ありがとうございます。池袋立ち抜きあって、やけやけやらなくていいですよ。そうそう、すごいですよ、格付けの扉みたいになってますもん。A と B の。ありがとうございます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちら、はい、はい、すいません、失礼します。どうぞ。失礼します。わあ、緊張する。すみません、よろしくお願いします。改めまして、ちょっと自己紹介だけ簡単に。はい、総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。こんにちは。いや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 、あれなんかご家族でやってるみたいな話じゃない。あ、そうですね。息子と娘が広告やってくれてるので一緒に頑張って。椅子が重たい以上後ろ倒れますね。てかすごいっすね。本当ですか、ありがとうございます。何この内装。本当ですか。まだ一番 SNS 出てますもんね。頑張ってメディアにも出させていただきます。ドラね、ヒカル君とかでよく写真撮って見てますよ。ミーハーみたいな。いやいやいや、はい、で今日なんですけど、はい、まあ、一応1日時間取ってまして、なんか1日作業だって話だったんで、はい、どういう流れで不倫ってことですよね。そうなんですよね、ご主人からも、はい、奥さんに対しての浮気調査。あ、依頼主男性。そうなんですよ、最近すごい増えていて。あ、そうなんですか、うん、一番多いのは不倫調査ですか。不倫調査ですね、7、8割がそうですね。これでも言わなくて もうその時点で分かってるんですもんね。あ、確定が欲しいってことですか、証拠が。もうそうですね、弊社の相談に来る段階でもうほとんど黒です。ほとんど黒。なるほどね。ただ本当に1回調査して1回結果で不定になるとは限らなくて、はい、やっぱり回数が必要だったりとか、本当にピンポイントでその日誕生日とかだったら、ただそれも肉体関係が証明されないと不定と見なされないんで。あ、そうか、不も浮気やし不倫は不倫やけど、はい、その法的に不定かどうかっていう、はい、なるほどなるほど、はい、戦わない場合に、はい、そんなことは確実しないと思いますね。そうなんです。で、不定の定義ってあって、一定期間継続した肉体関係なんで、はい、ちょっと待って、じゃあ一回関係持ったら不定じゃないですか。そう、慰謝料とかの対象にならないし。そうなんですか。一回はセーフ。知らんかったそれ。あ、そうなんですか。民法上は、民法上はなんか結局逃げられちゃうっていう。あ、戦っちゃえば、慰謝料を取りたくて訴えたのに一回しかないっていうことになっちゃったら、慰謝料取れない、何もなかった可能性もゼロではないっていう判断になってしまう場合も、あの、ポトソンの刑務を抑えるとかじゃない限り。一回ってね、そうか、ホテルの中入っただけで何言ってるか分からないですもんね。そうです、そうです。具合悪かったとか、寝てたとか、酔ってたとか。知らなかった。そうなんです。あ、そうなんや。そんなにじゃあビクビクしなくていいですね、全国に入院してるお父さん。安心してください、言い逃れない。一回は最悪離婚してもお金取られないんで。あ、そういうことですね。で、もう今回どこまで進んでるんですか。もう3ヶ月ぐらいの調査してて、はい、なかなか不定
にはならない、はい、接触とか不定期なんかセックスもそうですよね。そうです、挿入っていうのが基本的に重要なんで、挿入している可能性が第三者が見てもあるってみなされなきゃいけないので、これは絶対そうだろうっていう、なるほど。もう例えばラブホテルだったらそういう行為をするところっていうふうに見なされるじゃないですか、はい、理論的にも、はい、なのでラブホテルだったら2回以上ですよね。そうなんですか。そうなんです、ご存知のみたいな感じは知らん知らん、2回以上やったらそうなんですね。まあ、あの法的に認められる、具合悪い、具合悪いじゃないの。そうですね、そんなわけないだろう。なるほど。なのでよく使う芸能人とかシティホテルとかはビジネスで、あのお話ししてたとか言い逃れできるじゃないですか。シティホテルじゃいいんですね、有利なんですね、不倫する側にとっては。へえ、めっちゃ勉強になる。はい、あともっと言い逃れができるのが居宅。居宅、僕みたいなパターンですよね。あ、僕誰かがいたとか、はい、夜中いたからみたいな、はい、もう一人友達が来たからあの後、はぁ、だからそういう風な性交渉してないよって言い逃れできちゃう。はぁ、面白い。なるほどね。え、でも今回不定行為は何回？不定行為は、はい、一回怪しいなっていう接触とかもあったんですけど、はい、そういうホテルとか家とか行ってない状態。ああ、なるほど。引き続きじゃあ張り込むみたいなことですか。そうですね。行動パターンはあるんですか。決まってるんですよ、もうそこの、ターゲット奥さんですね。そうです、そうです。もうあの、まあ、旦那さんがもう普通の週5月から金出社して、うん、そのいない間にもうある程度曜日も絞れてるので、ちょっと、うん、まあ、今日この後あ、ですね、そうですね、この後ですね、木曜日がね、はい、調査何回かしていって、木曜日が一番怪しいなっていうのが大体、どんな人の気にすんねやろ、それ、こんな時間にね。接触してる感じを見てるんですけども、はい、ちょっとお金に余裕がありそうな、うん、感じがします。都内、はい、でも結構車で移動するシーンもあったりとか普通に考えて都内で車持ってるってなかなかですよね。そうです、そうです、まあ、ちょっとまだその居宅までは分かんない状態ではあるんですけど、まあ、ちょっとお金に余裕がありそうだし、まあ、昼間のやっぱり昼間の時間メインで動いてる様子が多いので、女性が浮気するときって、はい、旦那さんよりやっぱりレベルが高いっていうのはね、いい人じゃないとなかなかハマらないんですよね、男性が浮気するのと違って。いや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 、そうね、男性だってね、奥さんよりいいのいきますよね。誰もお前でもやるわけじゃないですよ、ええじゃないですよ、やめてください、そんなの。まあ、あんまりね、その容姿とかがなるほどね、結構都合漏らしたで男性は選びたい、女性はステータスで選びたい。そうそうそうなんですよ。じゃあもう、あ、そうか、旦那さんにハマりやすいんですね、女性余計にね、ランク上というかね。そう、はぁ、そうか、もう男性にもあってるわけですもんね。あと、まあ、で接触する要素は一応見れてはいる。なるほど、ちょっとなんか余裕ある感じだ。なるほどね。どんな人なんやろ。まあまあ、じゃあ密着今日、はい、この後移動ってことですか。あ、この後、はい、そうですね、はい、もう現場始まるんで、忙しいな、もう風邪ひいてんのに行きます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、緊張するっすね。しますね。これは緊張するぞ。出て左で左で路中がちょうど良さそう。いやいや、揉めたりしたら、うん、分かった。揉めたりしたら嫌やな。よく狭いな。この駐車場だね、これずっと。うわ、外が吸ってるやつ何なんすかね。何なんすかね、こいつら。どうやって吸んねん、こんなとこ。考えられへんわ、これ吸ってるやつ誰や、これ。ハンドル曲げてないんじゃないですか。いやね、わけわからんで、ほんまにミニ四駆かなんかの。トンネル任せで、トンネル任せで曲がってる。手首怪我しちゃう。ねえ、考えられへんもんな。さあ出たぞ、外に。左、はい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 。お、このバイクも一緒なんですね。ああ、うわー、すげえ。すげえ。メットにカメラつけてる。うわー、すげえ。すげえ。バイクは強いな。バイク強。どういったバイク。バイク強いな。はい、ということでまずはですね、依頼主兼ターゲットのご自宅に行くということですよね。そうです。単ご自宅に行くということで、いやー、これは緊張する。だから
行動パターンがねもうある中のねすごい条件整った中に密着させていただいてるんですけど、これ本来なら1からね行く場合はあれですよね、もう何時に出てくるかわからんし、1日中張り込んでるわけですよね。で張り込みがもうずっと何回も何回もあって、だいたいこの曜日の今日木曜日の何時ぐらいにだいたい出ることが多いっていうところまでもう調査してるところですもんね。そうですね、もう3ヶ月ぐらいはやってますからね。ということですよね。ということなので、皆さん本来ならこれでねもう1日ずっと出て何もないまま終わったりっていうのを何回も繰り返しての今日があるっていう感じです。はい、んー、ただ今日もこれで出てくるかわからないみたいなことですから、どうなるかわからないんですけど、いやバイクは強い、マジで。自宅の方に行くわけか、不倫なみんなするっすよね。不貞行為になるかどうかの、それ勉強になったな。なるほどね、何回かってことですね。はあ、やっぱ皆さんも不倫してるんですか。どうですか、僕独身なんで今ちょっとブレーキ遅かったっすねめっちゃ動揺してましたよ。動揺してます、ブレーキめっちゃ遅いと思って今。原口さんは原口さん、そんな時間がないですよ。そんな時間ない原口さん、そんな時間ない。はい、朝早くて夜遅いですから。あー、いつ終わるかわからないか、遊びたくても分からないですね。なるほどね、確かに振られちゃいますけど、逆にちょっとだからあれですもんね、本当になんかエージェントみたいなもんですもんね、国の。そうっすよね、エージェントみたいなもんやから、ね、仕事と結婚みたいなことですもんね、 CIA みたいにね。そうっすね。いや大変やな、それは。でも楽しいです。あー、やっぱそうですか。はい、楽しいや。で、こんなリュウさんの車線変更すげえ、まことして前職バイク便なんじゃないですかバイク便ってあれですもんね、普通に帰ったらダメなんですよね、帰るとき依頼終わって。え、そうなんですか。そうです、わざと遠回りしてぐる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 適当な道走ってから、あの事務所に帰るならダメなんですよ。へえ。はい、ということで着いたということで、ちょっと場所ね特定できないんでね、あれですけど、ほぼ周りモザイクになると思うんですけど、場所は、ね、特定できないんでね、ほぼ僕以外今モザイクになったと思うんですけど、すいません、そんなに遠いところじゃないです。はい、あー、こっからどうするかですね。僕が一番目立つからな、なんで今日に限って川原にもらったサングラスつけてきたんやろ。くそ、川原あいつはこんな派手なやつ選ぶなや。なんやねん、探偵でけへんやんけ、ボケ。はい、ということでね、着きました。僕以外ちょっとモザイクで恐縮なんですけど、対象の家があります。はい、こんな感じで普通の家です。モザイクで申し訳ないです。で、今日ね一緒に行こう、まあ撮影っていうのがあるんでね、別のねスタッフを同行してるんですけど、本来バイクとこの男性と1人ずつっていう感じらしいです。で、車ももうここまである程度分かってる場合は行動パターンが分かってるらしいです。なんで車も近くで待機してるみたいです。なので3人稼働ぐらいしてますね。結構、まあ、撮影っていうのもあって結構気合入ってます。はい、で、ここでずっと立って待ってるみたいなことですね。はい、あそこにいる方が、はい、一緒に見張ってるっす。で、バイクの方もどっか行きましたね。裏口と表口があるみたいで、まあ、両方に張ってるという、どっちから出るか分からないですけど、基本的に表口から出てくるっていうのもさっき車の中で聞いたんですけど、もう分かってる話ということで、ね、裏口がないのかな、出れるような裏口じゃないのかな。本来ならその出口全部に張るっていうことが大変みたいですね。最初の段階は繰り返しですけどね、ここまでもうサクサクっと取れるのはもうある程度分かってる状態だからってことで、本来なら大変みたいです。これがどう出てくるかっていうところですかね。いやー、これもうずっとですもんね。そうですね、こんな感じでカメラをねこう構えて証拠を押さえてるという、すごい。バイクもねカメラあるみたいなんで、すごいな。俺以外モザイクやからな、これ絵的に分かりにくいな、これ住所特定できへんからな。言うても30分ぐらい経ちますけど、これまあ短い方ですか。8時間9時間とか、8時間9時間待てお前らは待て。ヒカルと交代しようかな、ヒカルと交代しようかな。ただ出てきました。そうです、あれなんだすいません、使えられへんわ、どうしよう。俺が無理やわ。いや、俺これ無理やわ。こんな感じで気にすんの。めっちゃ普通のお姉さんやけどな。まあ、正直ね、若くはないです。30後半やと思いますけど。駅の方、俺どうすりゃいいの、ほらこれ。どうすりゃいいの、俺これマジで。俺どうすりゃいいの、俺この学校しくってるやんけ。ちゃうやん絶対その学校。いや、ちょっと
るのはごめんなさい。あ、入れた入れた、駅や駅や、もう落ちちゃやろ。あ、駅や、これね、探偵の方、ついてるんで、ドアップついてるんで、バイバイ、かわいいね、バイバイ。探偵の方ね、ついていってるんで、僕はちょっとどうすればいいんやろな、俺これ俺乗られへんもんな、この格好マジ失敗した俺ほんまアホやわ。ちょっと俺はあれやな、車合流しようかな。ちょっと車合流俺はします。これはちょっと無理やな、俺はこっから終われへんな。駅、す、渋谷って書いてるのかな、す、す、あ、サブウェイって書いてるのか、サブウェイって書いてるのか、何やろサブウェイ、食うもんか。よし、ちょっと俺は、俺は車チームと合流します。ちょっとこっからはね、僕がついていっていいような領域じゃない気がしましたので、みんな連携取ってるんで、インカムでね、僕以外ね。なんやねん、ここ自転車の墓場みたいになってんな。これでもどこまで行くんやろな、これ。そのルーティーンがあるって言ってたけど聞いてへんからな、そんな。一郎じゃないねんかな、お前ルーティンってなあ。一郎も不倫とかするんかな、やっぱり。よっしゃ、ちょっと俺車に合流しよう、車に合流しよう。ちょっとなんか駅乗っちゃったんで、どうすればいいですかね。なんか連携取ってみたいなことですかね。どこで拾われるかわかんないんで。そうっすね、ちょっとじゃあ移動っすね。連絡来てからっすもんね。はい、ここ組がついてってるんで。そうっすね、取りつつですね、ちょっと動けないっすよね。いや、電車乗られたらもう何もできないっすよ。しんど、ここの地下あれですね、自転車の墓場みたいなとこありましたね。やっつマジで。いやー、めっちゃ普通の奥さんでしたけどね。不倫そうじゃないというか、そのおめかししてないから別に。意外とそういう方がですよね。そういうもんすか。いやー、待機っすねこれ。普通そうに見えたけどな。東北組連絡ないですか。新宿方面には向かってますかね、原田さん。あ、了解です。じゃあ新宿方面の電車みたいなんで。あ、そうなんですか、はい、あ、これインカムで、はい、あ、僕以外全員インカムで、はい、じゃあ一旦そっちの方面行く感じですか。そうです、そこら辺で降りるか、その先で降りるかですもんね。はい、なるほど。パターン的にはもうほぼ決まってるんで。あ、なるほどですね。新宿向かっちゃっていいかもしれない。新宿の方 OK です。今じゃあついてる方とインカムで、俺以外みんなインカムでやり取りしてるから、じゃあ向かいますか。うわー、暑い。冬やのになんでこんな暑いね。はい、ということでね、バイクも一緒に大掛かりよ、これマジ大掛かりよ。はい、ということで今情報入りまして、これどこですか、駅は。新宿駅に着いたそうなんで、その付近で。了解です。はい、近いですね、結局新宿ってなると。そうですね、結局なんですね。今日も車で拾われる感じなんですかね。あ、普段車で、はい、結構近場でも車乗るみたいな。あ、そんな、あ、そんな話でしたっけ。あー、なるほどな。じゃあいよいよここでその不倫相手と思われる人間との接触があるんじゃないかってことですね。はい、はー、なるほどね。電車で、まあ、何駅分かっていうとね、一応場所バレるんで言えないですけど、電車で何駅分かは進んできましたけど、これ出てくるってことですね。これで、ね、ここにもずっと待ちや。駅の入り口どこですか、出口って。この辺ですね、後ろの方ですかね。後ろの方、後ろの方。そうです、ちょっとじゃあその付近で、まあ連絡待ちですよね、一旦連絡待ちですね。インカムで、俺以外。はい、ということでね、駅の方で2点3点しましたけど、駅出口がめっちゃあるということで、電車に乗ってるメンバーと電話でつながってます、インカムで、僕以外で。どうもこの出口から出てくるんじゃないかってことだったんで、ここで待ちたいと思います。こっちに出てくる予定なんですよね。オッケーっす。じゃあ僕ちょっと離れてきます。僕さすがに目立つんで、はい、はい、そんな感じで僕以外のメンバーもちゃんといますんで、僕はちょっとカメラとね、いかんせんこの格好なんでちょっと離れます。川原が買ったサングラス目立つからちょっと遠目で隠れます。俺このぐらいかな。はい、出てくるところはこっちです。でこっから出てくるっていうことで、もう今来てるくらいの距離感らしいです。もうどこにどう行くか分かんない。こんな感じでしゃがんで待機するんだけど、マジどうなるか分かんない。普通にやるか、あの自撮り系 YouTuber みたいなことが Vlog 撮ってますみたいな感じの白濃い感じやるしかないな。いやでもこんな感じでさ、先回りされてさ、車とバイクとさ、まあ、今回撮影や言うてね、ちょっと気合い入れて 3,4 人動員してもらってるけど、こんな感じでやられたらさすがに探偵逃げられへんで、ね、こっちも探偵すごいよ。大体人がね、あのゴミのようにブワーってね、雪崩のようにこう来たら、電車が来たってことですから、そのタイミングですね。
ここがちょっと出てきだしたぞ。ゆっくりあるからな、結構。あ、来た。あの人や。ちょっと待って、こっち見たら待って、あの人。探偵さんは、探偵さん危ねえ、めっちゃ危ない、めっちゃ目の前おった、気づかなかった、めっちゃ目の前おったわ、危ねえコロナめっちゃ目の前おったわ、危ねえ、行く行く、めっちゃ目の前おった、この人、探偵は探偵どこや、ちなみに、この人も探偵です、ターゲットで、ずっとこの人つけてた、電車に乗ってた探偵さんは別です。ほら、こっちの、今こっちの、危ねえ、コロナやからな、これ新宿とか人の多いところに出て、なるべくあの色のやつに移したいからな、コロナ、俺だけ苦しむの嫌やからな、キシュって、このね、やっぱね、俺ぐらいになってくるとね、やっぱこの見てる皆さんのね、支配される側じゃなくてね、この支配する側のね、支配者層のね、ホワイトカラーのラストエンペラーことね、これラファエル様の考えとしては、やっぱこの支配者層ですから、全員にやっぱコロナ移したいよね、うん、支配していきたいよね。ああ、ゴミのように集まってきたな、人が。ちょっとこれ見失うぞ、どこ行った、奥さん、ああ、どこ、はい、あれ、どこ行った、待て、どこ行った、見失った、分かれへんね、これちょっと待って、きついわ、俺ついていく、マジで、俺ここ後ろ振りまかれたら、ちょっともう終わりぐらいの距離からおんもん、俺きついわ、これアングル、ごめん、視聴者さん、今回ちょっとアングルめっちゃ嫌やろ、これ奥さんなんですよ、これ探偵つけてるからね、で車はもうすぐそこ待機してます、どうすんのこれ、あ、止まった、奥さん止まってるわ、え、奥さん止まってる、まじ、奥さん止まってるはるわ、え、あ、奥さんなんか、奥さんちょっと小走りしとこ、え、逃げる、逃げた、乗り込む、伊藤園の車か、これ伊藤園の車乗り込んでるのか、あ、乗り込んだ、ちょっと待って、マジ乗り込んだ、マジ乗り込んだ、車、危ない、乗り込んだ、乗り込んだ。あれ？奥さんなんか車乗りましたね。乗りました。あれ、奥さんなんか車乗りました。もう乗っちゃいましたね。タクシーですか？あれは男の車じゃないですか。ああ、どこの車や。前の車持ってくださいね。これですか？あの黒い車です。うわあ、めっちゃ探偵してる。あ、でバイクももうこんな逃げられへんや。うわあ、何これ。めっちゃドキドキする。めっちゃドキドキするやん、これ、ちょっとカメラ、あった、隠しですね、隠しとこ、警戒してるから、隠しとこ、危ねえ、俺一回路中しますよ、ね、ちょっと近すぎるやん、一個開けるのかな、危ねえ、ちょっと待った、今ね、踏み切りです、今ちょっと間開けてますね、バイクいるんで、ね、絶対大丈夫なんで、うわー、これおもろ、いよいよですけど、こんな、もう待って、何時間ぐらい男と接触した、あ、こっからは、なるほどね、あー、進んだ、この車じゃないです、この前の車です、これじゃないです、これの前ですね、この前の、ちょっとまだと話してます、あのバイクの方のアングルで多分お届けになると思います、あの信号で止まってますか、あの信号止まってるですね、信号の線
と、ああはいはいはい、これですね、この車の前ですね、これですね、もう日本車やマーク X や、いい車っすね。あー都心部でこれ持ってるわ、これ金にはやるな、あーこれ金にはやるわ、余裕あるなぁ、余裕あるなぁ、タクシー来た、あー余裕あるなこれ、はい、そしてここでバイクが入ってきましたね、ここで、これうちのバイクです、あーバイクの方がいい、これは気づかんわ、今度3つも話すんや、気づかんわ、だって家の前にね、雑誌上がってるんですよ、僕もそんなすぐ気づくんですけど、やっぱ車とバイクセットっすもん、そうっすね、セットっすもん、でマンション内に住んでる人タレントに電話して今おるから気をつけやってみんなにみんなで言い合ってるんですよ、僕らも僕らでどこ向かうんすかねこれね、車ここで合流するんだ、どこ出身の人なんやな、車の話なんか駐車場入りましたね、はい、こっからはどんな感じですか、バイクとりあえず路中して、はい、次どう動かれるかっていうのを見たいと思います。ここに何があるんですか、こんなところに、何もないですよね、カフェとかが何軒かありますこんなとこだと思うんですけど、でも時間帯的にもそうですね、おしゃれ、おしゃれな不倫ちょ一旦これ待ちっすよね、彼らが駐車場から出てきてみたいなところですよね、いつまで待ちますかね、あちょっと今出てきたみたいですね、あ本当ですか、はい、車ですか、車から駐車場から出てきて、あ出てきた、あへえ、やっぱりカフェに入ったみたいですね、カフェですか、はい、そうしましょう、一旦徒歩でカフェの外まで行きますか、僕らもちょっとじゃあ見に行きますか、カフェおしゃれな、とっととホテル行けよ、そうですね、カフェなんや何そのデート、なんか嫌、ちょっと行きますか、行きますか、あこれがカフェか、これがカフェか、これカフェや、はい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 、いますいますいます、こちら、はい、こちらがうちのチーム、チーム友達です、はい、あーはい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 、これカフェなんや、ちょっとカフェ通り過ぎてよ、どんな感じなんや、これ通り過ぎてよ、おる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 めっちゃ待つやんこれ、あ、出てきたんじゃないですか、おしゃれにかけすんなや、何なのこの人、こっからバイクバトンタッチですか、そうですね、駐車場はバイクでこっからでもどこ行くかって話っすよね、これなんか映画館とか行かれてもしゃあないっすもんね、熱っ、もうこそホテル行ってほしいですね、いや行ってほしいっすね、でもこんなまだ火高いっすよ、まだこれこんな日中みんなホテル行きます、やばいやん、こんな日昼からエッチしてるやつ一人落とすか、僕今これ今車内に4人ぐらいいますけど、僕入れて一人落とすか、みんなこの時間ですもうラブホ合流からラブホ、いやいやな、そんなフリラブホ合流みたいなフリやわ、本当昼夜問わずですよね子供が帰ってくる時間、そうか3時までに家帰れるように、そうかホテル行って帰るとか、たそうか、専業主婦やったら延長保育おかしいもんな、3時までですよね、そうか17時までやったらおかしいですもんね、確かにな、じゃあもう車出てそっちの方向のバイクの指示に従って僕ら動くみたいなことですね、そうですね、うん、はい、ということで今出てきたみたいです、こっからついて来る、右折、こっち来るって、こっち来るって、来るって、来た、タクシーの次、タクシー次、タクシー来るよ、次来る、すげえ連携取ってるやん、マジで、これです、これです、行くんかい、ああかん、こういう時にバイクやな、くそ、あーバイクもやられた、あーしまった、あーなるほど、走って、なるほど、これがオッケーなんや、バイクはエンジン切ったら、ゆりさん走って、なるほど、すげえ、すげえ、すげえ、バイク頼りになるなもうあいつ一人でいいんじゃないですか
あいつ一人でいいじゃないですか、もう。いや、すげえ頼りになるな、バイクは。バイクあれいけますからね。確かに、あれがありなんや。どっちに向かったかもう分かれへんもんな。あっち方面とも銀座とかか。どこ行くん。白バイル、危ない。おしゃれやな。おしゃれっすね。待ち合わせでカフェ行って。山でカフェですか。ねえ、我々こうやってね、探偵やってんのに。ずっと外いるだけですからね。我々は。コンビニご飯100円。そうですね、コンビニご飯しか。ねえ。ほんまやね。皆さん休みとかあるんすか。ちゃんとありますよね。バラバラっすよね。バラバラっすね。結構勤労は働いてって感じですね。勤労日は。やっぱそうなんや、土日やっぱそうなんや。週末の夜がやっぱ多いですか。っていうことですよね、不倫がね。赤坂方面。赤坂方面、了解。赤坂方面ですね。まあまあまあ、でも僕はもうこれだいぶ密着できたんで、別にね、言っちゃいいですけどね。なるほどなっていう、だいぶちょっと僕ビビりましたもん、マジで。正直ちょっと怖かったですからね。難しいんですよね、これは。なんか法律上ね、不倫ってなってくるとね、ダメっていうだけで、果たしてその行為が罰するべき対象なのかどうかっていう、この哲学みたいな話ですからね。なんか 100% 我々正義でやれてるとは思えないところが、なんか難しいところありますね、これ。難しいところですよね。はい、僕もともと大学で文系やったんで。あ、そうなんですか。はい、そういうのちょっと考えちゃうんですよね。なぜもっと簡単に罰せられないのか説もありますけど。ああ、そっちですか。依頼者はと接してると、まあそうかそうか、そっちを知ってるからあれですよね。その悲痛な思いをね。確かにな。はい、なんとかね、バイクと連絡取りながら、パーキング今止めてるということで、思いっきりね、我々も信号無視しながら追いつきました、やっと。ということで、これいよいよでもラボホありますもんね。ワンチャンそういうことですよね。どうしましょう、降りますか。パーキング止めてるですもんね。降りますか。おお、大詰めやん、大詰めやな、これ。いよいよ大詰めやぞ。シート直角やから腰痛い。出てきたっすね。メッシュか、メッシュやから。何や、ホテル行け、ホテル行け、行け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 。あ、これ、あ、これどうなんやろ、これどうなるんやろ。あ、来たっすね。入れ、入れ。うわうわう。お風呂がしょった、お風呂がしょった。しゃー、入りました。しゃー、やっと。これ、これこっからどうするんすか。これで出まで待ちます。来るまでずっと待ちます。僕らも行きましょうよ。ダメっす、目離せないっす。で、一応まあ別の角度にも調査員配置してるんで、あとは出てくるのを待つ。ただ、はい、パターン的には、はい、もう帰る時間がだいたい決まってるんで、はい、多分 2,3 時間ぐらいで出てくる。で、3時ぐらいまで出ることダメってことですね。はい、はい、ずっと見て、出を抑えて、はい、証拠です。で、その後どうするんですか、実際は。その後は、はい、男を今度追っていきます。まだ続くんすか。男の許諾を抑えないといけないので。俺もう帰るっすよ、今日。その後はもう任せてもらえれば。男の家も抑えて、はい、で、終わりなんですね。そこまでで、一旦終わりです。で、男の家さえ分かれば、はい、次、男の勤務先を見るとか。怖っ。男の勤務先を割ったりとかして。なるほどね。その後、慰謝料請求するとか、はい、なんとかするときに、やっぱり住所とかは必要になる。怖っ。現状、男の情報何もないので。はい、確かに確かに、そうですね。見ることもできるし、男の家に今から行くんすね。こっから男を追っていきます。はぁ、なるほどね。そんな感じなんすね。いや、でも今日やっとホテル入ってくれたんで。やっとですよ。どんだけ冷静なんすか。いやいや、俺嫌やわ、こんな人がエッチしてる待ってるの。俺嫌やわ、帰ろう。もうもう全然感覚バグってます。長かったな。長かったっすね、今日。長かったっすね。長っ。なるほどね。いや、でも密着の時に撮れてよかったです。なるほどね、こんな感じなんですね。お疲れ様でした、本当に。お疲れ様でした。あと2人いますからね、バイクとね、徒歩部隊と。で、こんな感じで押さえていって。そうです。で、男の方に行くんですか、今後のアプローチっていうのは。すいませんみたいな感じ。いえ、すいませんとか声かけとか一切しないで
です。あとは依頼者さんがそうかそうかする当事者同士のもう民法上でのやり取りになってくるので、なるほどね。これでも何十万かかるんですか、ここまで。今回これはかなりかかってます。まあ、依頼者さんもやっぱり気持ちをどこで落とすかみたいなところがあるんで、はい、まあ、途中何回か諦めそうになってた部分はありましたけど、はい、まあ、接触してる様子はあったので、はい、もう あと一歩じゃないかっていうところで、じゃあもうちょっと頑張りましょうって言ってやってるんですけど、費用は結構かかってます。そうなんですね、はい、まあ、でもこれガチっすもんね、これで分かるわけですもんね、はい、大変っすね、マジで。あとは報告書まとめてご依頼者さんにお渡しして。大変っすね。はあ、これでまあ一件落着じゃないけど、ひとまずこの案件に関してはまず1回取れて安心したねっていう感じです。依頼者さんも喜ぶと思います。ね、民法上やからね、あと我々のことじゃないと。はい、はあ、おもろ。まあね、僕らもね過激系 YouTuber じゃないんで、ここからねそこにね接近してねどうのこうのとか、それはもう僕らじゃないんで、まあリアルのね探偵密着で、まあこんな感じでした。これもう逃げれないですね。まあそうですね、逃がさないです。真剣を買うな、回ってるずっとホテル見てるもん。真剣やもん。いや、そうです、ね、ありがとうございました、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでお疲れ様でした。いやー、まあ、エンディングってエンディングないんですけど、ちょっと不倫調査ということで、やらせていただきました。まあ、以前にもね、2回か3回こういうのやってるんですけど、まあ、今回はね、ちょっと前回と違うのは僕一人になったっていうのと、改めてね、まあ、港区女子成敗みたいなシリーズ系でね、1年に1回はな、1年に1回じゃないけど、まあ、不倫ってこんな感じなんやっていう、探偵ってこんな感じなんやとかね、こういう風につけられんねんで、こういう風にバレんねんでとかね、逆に言ったらこういう風にしたらバレへんとかね、まあ、ちょっと社会勉強的な感じだったかなと僕的には思います。はい。不倫してるね、お父さんたちがね、視聴者の大体6割占めてますから、残りの4割の女性もね、主婦層もね、不倫してるってことで、もう不倫してるやつで10割占めてるこのチャンネルなんで、まあ、皆様のね、ためになったんじゃないかなっていろんな意味でね、と思います。で、まあ最後にね、言ってましたね、やっぱりその、不倫されてる側の、旦那さん側のね、実際その依頼を受けた側ね、探偵の皆様、僕は会ってないですけど、お会いしてないですけど、会ってる側からするとね、まあなかなか、かわいそうでしたよって言ってたから、まあまあ確かになと、そういう意味ではそうやなと思います。まあだからあかんことはあかんなってのはあるんですけど、僕はもうかなり遠目からしか見てないし、動画上もモザイクやからね、向こうの2人の表情で、ね、皆さんも分からんと思うけど、普通のもういい年した男女でした。30後半から40前半かな、分からんけど、普通のいい年した、普通にどこにでもいるような感じでしたよ。男の人はね、ちょっとシュッとした感じの、なんか遊んでるんかなみたいな感じでしたけど、まあ懲り動画にいそうな、ね、やつでしたけど、普通でしたね。なんかほんまにこんな人がって言うとなんか失礼ですけど、まあまあそんなもんやねんなと思いましたわ、うん、まあたまにはこういう密着系もね、まあ僕ここ動画一人で撮ってるから、一人でずっとね何かやってても仕方ないので、何かに密着とか誰かとコラボとか、まあ結果絵的にね何人かいるっていうような、そういう画角の方がいいのかなと思ったんで、まあちょっとコラボ多めにしてますんで、まだこんなん撮ってほしいとか、こういう人とコラボしてほしいみたいなあったらコメントいただければ、お前らの言うことなんか一切聞かないんで、僕がやりたいよりやりたいと思います。ありがとうございました。最も良い運勢なのはお羊座のあなた。突然のデートのお誘いがあるかも。おしゃれな装いよ。さっつって四位若に座のあなた。落ち着いた行動でピンチを回避。どんな時も焦らないで。6位は牡牛座のあなた。積極的な行動が吉。8位は魚座の人。正義感を評価され評価アップ。みんなの意見に耳を傾けて。11位は手座の人。ライバルに大勝利。ベストな形で決着がつきそう。そして明日最も悪い運勢なのは、ごめんなさい、水亀座のあなた。口は災いのもと。噂話に注意。でも大丈夫、そんなあなたのラッキーカラーはピンク。明日もあなたに幸せがありますように。恋愛専門霊媒師佐久の先生監修の公式 LINE はこちら。毎週恋愛や占いに関するお得な情報を無料配信中。Are we living in a fiction? Are we living in a fiction?